山本明夫です。自分軸が大事だってお話をしました。そして自分軸には5年10年20年後の未来ありたい姿、やる気になって行動を起こせるビジョン型、そしてそういうビジョンを目指すことで成功できるビジョン型と、今まで自分が大事にしてきたものをしっかりと引き出して自分らしさから日々の生活を満たすことで成功する価値観型っていうのがあるっていうのをお話をしました。そして今日は自分軸のようで実は自分軸でないものを明確にできればと思います。自分軸でないものには7つあります。まず1つ目は人に言われたから。例えばなんとかさんは頭がいいし理工が得意だから、理系に行って学者になったら技術者になったら、もう本当は自分は文学が好きだったり人とコミュニケーションが取るのが好きにもかかわらず、人に言われたからとか、いやあんたそれが得意だから、こんな風に人に言われたことは参考になるかもしれない、きっかけになるかもしれないけど、本当に自分の内側からそれが得れたりとは限りません。二つ目は人に要求された、期待されたから。親からどうしても家柄がこうだから家計とのために、医者になってくれ、上司に君の役割ポジションこうだからなんとかその役割やってくれ、こんな風に会社に言われた、上司に言われた、もしくは親に言われた、人に言われたからやんなきゃっていうことは本当は自分の軸ではないんです。もちろん役割としてその役割を演じることは大事ですけど、もっと大きいスパンの中でなんで今この役職でこの役割を果たすのか、その視点を持って OK、 じゃあ今この役割を果たそうというのはあるかもしれません。3つ目、自分軸でない3つ目はみんながやっているから。みんな就職してるから就職しなきゃ、あ、みんな結婚してるから結婚しなきゃ、同級生が何歳まで結婚したから結婚しなきゃ、あ、みんな大企業に入ってるから入んなきゃ、自分の学科はこの、職種に、入りやすいからそこをやんなきゃ、みんながやってるから、まあ言うとはみんなが FX 投資やってるから、あ、自分も FX 投資とかやんなきゃってやっちゃうと、本当に本当に好きでやってる人、本当にそれが軸でやってる人から比べるとわさびになっちゃって、結局は叶わない、結果が出ないことになる。だからみんながやってるからではなく、自分がどうしたいか。自分軸でない4つ目はやらないと不安だから。この勉強しとかなきゃ不安、この資格取っとかなきゃ不安、この大企業に入っとかなきゃ不安、家を買っとかなきゃ、マンション借りとかなきゃ不安、やっとかなきゃ不安だと本当の意味でモチベーションにならないです。もしそれがダメになっちゃったり、叶わなかったとしたら、ガクあんだけ頑張ったのに、自分軸に沿っていたとしたら結果が出ようが出まいが、その向かってる行為そのもの、満たそうとする日々の生活そのものがやる気になってくるんです。実は人生、うまい時もあれば悪い時もある、不安な時、落ち込んだ時もあれば伸びてる時もあるんです。自分軸は実はその波に左右されず、ビジョン型、あそこに向かいたいか、価値観型、日々を大事にしたいか。そして自分軸でない5つ目は気晴らしや現実逃避。例えば何の制約もなかったらどうしたいって聞いたら、ある若者は一日中パチンコしていたい。じゃあ本当に20代から30代40代50代60代まで40年間ずっと朝の9時から夜の6時までパチンコしていたいかったら、ひょっとしたらパチンコしていたいわけじゃないかもしれない。でも今のなんか仕事や生活プライベートが満たされないから退屈しのき気晴らしでやってるものを、自分軸と捉えるわけにいきません。ハワイに行きたいって人もいます。じゃあどうしてハワイ？いやもうとにかくあったかいところで、ごちゃごちゃ言われるのんびりしたい。じゃあ本当にその人が自分軸としてハワイなのか、ただ今現実逃避したいからハワイなのかだとしたら、ちゃんと吟味する必要がありますね。そして自分軸でない6つ目が過去からの思い込み。例えば20代の頃は、東京の大都会、
山手線内でハイライズマンション、タワーマンションに住んで、そしてオフィスでバリバリ自分の会社経営して仕事したい、そんな思いで頑張ってきた人もいるかもしれません。ところが本当に成功したとして、それが生活できたとして、いや、ずっとそのタワーマンションに住んで、そんなオフィスで仕事するのが思いだからって、過去決めたものにずっとこだわり続けちゃったとしたら、本当の自分軸じゃないかもしれない。振り返ってみたら、仕事は成功したけど、本当にあったかいくつろげる家庭を持つっていうのが自分軸に変わっていくかもしれないし、田舎に行って土いじり、農業とまで言わないまでも、自然を自分で育てながら暮らしていくっていうのが自分軸になりうる場合があります。つまり自分軸は時期によって、自分の状態や手に入れた結果によって刻々と変わっていくものですね。そして最後7つ目は、中毒ハマっていること。30代で上場したある経営者の方、それまでは効率効果能率ばっかり追い求めてきました。一切無駄を省き、どうしたら最大の効果を出せるか、確かに上場するまではそれで良かったかもしれない。でもその効率効果ばっかり考えて、結果的には大事な奥さんと子供と離婚する羽目になりました。本当にたわいもない会話もできなく、それはじゃあ何のために、ね、その会話するのって、そのね、行く旅行に行く目的なに、いや、そういうんじゃなくて、ただのんびり過ごしたいからなのよ。奥さんがそういうふうに言ったとしても、いや、のんびり過ごすのは意味がない、ちゃんと旅行に行く限りは何かの視察になんなきゃ。こんな風になっちゃうと、奥さんとしてはもう窮屈になっちゃう、胸がいっぱいになっちゃう、呼吸困難になっちゃう。もちろんビジネスで能率効率効果を大事にすることは否定しないんだけど、何でもかんでもそうなのかといったら、ひょっとしたら仕事では効率効果、プライベートや家族はゆとりとか癒し、こんな風に本当に本当に自分にとって何が大事でどうなりたいのか問い出していくと、時期によっても違ってくるし、テーマや課題、仕事やプライベートにもよっても変わるし、相手によっても変わってきます。さあ、あなたにとって何が本当に大事でしょうか。今このタイミングで自分にとって何が大事で、本当はどうなればいいんでしょうか。